first match. Full Cast Racers versus Cider Agent Legit. やめてください。ちょっとやめてください。ありがとうございます。今日はちょっとエンターテインメントで楽しませるのでお楽しみに。ありがとうございます。ナイテフルキャストレーザーズさんで、あの自分たちも今開幕から2連勝できてるんですけど、あのお相手もお相手というかお相手のフルキャストレーザーズさんも2連勝してるんで3連勝したいと思います。おはようござ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 います。その前に、あ、おはようございます。今日もよろしくお願いします。切りました。私も切ります。せーの、おはようございます。今日の作品はやっぱり対戦相手が体フルに使ってバッキバキに踊ってくるフルキャストレイザーズなんで、僕たちも全員の良さを生かして頭から爪の先まで全身使って思いっきり踊ってやると、そういう作品を作ろうということで、作品名はフルボディになってます。ラウンド1は面白い白レジット、ラウンド2はちょっとシリアスなテーマの黒レジット、今回はそのど真ん中、本当にど真ん中を全身全霊で踊るフルボディ、まあそういう感じになってます。今 Apex ロイヤルブランチもカバオさんいじめてます。美女2人いるで、ここにいいんすか、この他チームのキーホルダーつけて。今もう推しすごいじゃん。正味恥ずかしいです。恥ずかしがんな。ほぼいとこっすね。えなんかこの時から見てます。今回の見どころはキッドツイックスとタイニーツイックス、まあみんな全員そうなんですけど、ちょっと今回はどっちかというとファニーな作品なので2人に特に注目ですね。まあ特に顔芸でいうとタイニーツイックスの顔芸がちょっと最初の入場から割とおもろかったんでぜひ今日はもう本当にクランプの新たな可能性を見せるのと、まあ、みんなに笑ってもらえたらなと思っております。昨日やっと来たなっていう感じの感触はありました、はい、今回はレジットということで、作品のテーマは今治村に住む子供のおもちゃのお話となっております。今回の作品はもう対レジットだけに作ったような作品になってるかなと。ちょっと僕らとしてもまあ本当に180度振り切るぐらいのような作品で当たりたいなと。で自分たちも今回レジットと当たることをワクワクしてやりたいなと。何笑ってるんですか。スタッフ後ろで笑ってますね。正直こういうキャラではないんですけど、僕の下地の作品からみんなのアイディアからこういうハッピーな本当に笑いをみんなに届けたいっていう作品になって、でも本当に良くなって、それがいい形で今本番迎えてるなと思ってるんで、みんなを楽しませるバイブスの感じで本番を挑めるんじゃないかなと思ってます。Are you ready? さらに盛り上がってまいりました。それではここでこのバトル系いやそうですね、もうなんかもう全身全身全身全霊のフルボディって感じですね。翔くんどうですか。そうですね、もう頭から頭からつま先まであなたの思ってる以上に私たちは使っていきます。フルボディって感じでどうですか匠。もう来ると思った絶対。ここつむじ、うん、ここつま先、ここからそこまで全部使っていきます。フルボディやっちまいますよ。いくぜ、ゴーレイザーズゴー、Let's go! 今日はもう一発目なんで、ラウンド3とりあえず着付け薬俺ら会場温めちゃいます。温め、俺らちょっとバトル文化なんでレジットに対してのムーブが楽しめるかもしれませんということで、ぜひ見てください。よろしい、Thank you.
フルキャストレイザーズ迎え撃つ高校はサイバーエージェントレジット。 Let the battle begin。Demonstrates the mind. Dance, cause you one of a kind. Play the music, feel the groove. There's no other than yourself to prove who you are. So just dance. Bodies, arms, neck and feet. Move it like you know. Let the music guide your flow. Hesitation. Throw it out of the window. Go on, move it, prove it. それではジャッジの結果を見ていきましょう。オーディエンスレッド、ジャッジヒデボーレッド、ジャッジピートブルー、ジャッジシーチレッド、ジャッジエリレッド、ジャッジユーマブルー。勝者は On the red corner サイバーエージェントレジェント。やったすぎだ。Second match. Sega Sammy looks versus You Send Next I Moon.衣装も緑のスーツなんですよ。そうです。おはようございます。仕上がりはね、もうバッチシです。もうセクシーハッピーイエイって感じですね。楽しいですよ。
まあ、セガサミーのピースなこう空気感だったり楽しさであったりダンスっていうイメージですよね、今回のテーマは。はい、いい表情してるんでね、日向もね、こう日向のダンスの表情に皆さん注目ですよ。いい顔してるんで、はい、なんかこう言いづらいでしょ、そういう空気出してるから俺。うわ、もう喋りたくねえな。人間やん、人間ですやん。あんまりこう人前で喋るのちょっとあんま好きじゃないよね、あんまり得意じゃない。ダンスだったらね、もうこう踊りだったらもうファンキーヘイみたいな、もう余裕やん。いただいてる、撮ってるね自分。めちゃめちゃハッピーに楽しくピースにダンスで皆さんを元気を与えます。セガサミールクス、レッツゴー。今回のテーマは雨がテーマになっているので、今見ての通りこうちょっとレインコートを着て傘を使った作品にはなるんですけど、どちらかといえばパワフルなアイムが見れるのではないかなっていうふうに思います。今まであんまり小道具を使って踊ることはなかったので、使い方だったりも見ていただけたらすごく嬉しいです。セガサミールクスさんはやっぱりファーストシーズンから負けを知らないチームっていう印象があって、ダンスの作品力がすごい強いチームだと思うので、今回それに負けないように頑張りたいと思います。頑張ります。あと早着替えがすごい怖いんですけど、もうリハから全部成功してきたので、このまま本番かまします。頑張ります。周りが行こう。3、2、1、迎え撃つ高校は優先ネクストアイム。Let the battle begin! ジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、レッド、ブルー、レッド、ブルー、ブルー。さあ、このラウンド3セカンドマッチはジャッジ3対3でドロー。両チームがチャンピオンシップポイント1ずつを分け合うという形になりました。いや、素晴らしい一戦となりました。ご一緒させていただきます。いやー、いい
な、これは。やべえな。オーディエンス、そんなあれやったんかな。結構多かったの、歓声とかも。いや、俺もミスったじゃん。それってなかったやろうな。まあ、仕方ない、これは。もうなくそう、これは。入場もこんなあかんわ、毎回それは。過ぎたわ。もう明らかに始まる前の感覚違かったやろ、みんな。違う。無理やり上げようとしてたけど、絶対もっと落ち着いていける。準備不足や。うん、早め早めでやっぱり。一回動画見たい。でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。スイープされるんじゃないかってすっごい怖くて、これ私が主役でこのラウンドでまた落ちるのがすごい怖かったんですけど、もうね、ジャッジから2点もらえてドローで終われて、まあ、ドローなので勝ったわけではないんですけど、私たち的には3点もらえたのがすごい嬉しくて、今後また強くなっていくと思うので楽しみにしててください。今日はありがとうございました。相手がやっぱルクスさんなんで、まあ、イムにとっては強敵に対してのドローっていうのはまあ大きな一歩かなと思ってるんですけど、まあ、あともう一歩行ったかなって気持ちもあったんで、まあ、それは次に向けて。ただやっぱりアイムーンはね、ルクスさん相手でもちゃんと戦えるっていうところを一個証明できたんで、また次頑張りたいと思います。今日に向けてめちゃくちゃ練習で詰めてきてるんで、正直体は結構ボロボロなんですけど、気持ちですね。あともう本番の気持ちです。ぶちかまします。勝ちます。俺も何回もあるそれ。イエーイ、楽しみだぜ。すいません、スピンで。はい、眉毛しか描いてないです。今日は荷物いっぱいというより、ケルさんが持ってきてくれた荷物を今から運びます。取っちゃダメ、取っちゃダメ、取っちゃダメ。ディップさん、今回ロックで来るというね、なんか映像をちょっと見させていただいたんですけれども、ちょうどいいなと。得意なスタイルと得意なスタイルのぶつかり合いっていうところで、すごく作品同士というよりはダンス同士のなんかぶつかり合いっていうのが見えると思うんで、ほんとディップさんの胸をお借りしながらも僕らのヒップホップをまあぶつけたいなと思いますし、非常に楽しみですけど怖いですね。今日は全然違います。自分たちの色はもちろんいつも入れてるんですけど、最近なんか勝つためみたいな感じで、なんかそれをなんかちょっと抑え込んでしまってたなっていうのもあったんで、今回はドストレートな感じで、自分たちが今一番かっこいいと思うスタイルを貫いて、まあ、そんなになんかコンセプト作品によってるって感じとかじゃなくて、もうなんか結構ザ・ストレートって感じの作品が出来上がりました。ヒップホップであり、エネルギッシュでストリートのスタイル、そのままテーマというよりは自分たちのエネルギーをそのままぶつけるという、そういう形になってますね。はい、足がやばいっす。パンパンです、足が。あマジっすか。いじめてると思う。めっちゃいじめじゃないですか。いじめじゃない、いじめじゃない。痛い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 、ガチで痛い。なかなかこれがちょっと強いんで。いやいや、そんなことないですよ。大変です。優しくしてます。自分本人としては全然はしゃいでられない部分もあって、本当になんかこうみんなが喜んでるのを見ると、本当に勝たせてあげたいなっていう気持ちがもっともっとこう芽生えてきて、もっと頑張んなきゃなっていう意識ですかね。今回はジャンル的に言うとロッキンがメインなんですけど、基本的にこうオールドスクールなので、最先端のダンスではないんですけど、
そう、新しい古いとかそういうことじゃなくてもうフレッシュってところですね。はい、それを見せたいですね。すごく本当にこうよくまとまってて、すごく安定感のあるチームだと思うので、でスタイルもやっぱ良さも全然違うチームだと思うので、対比としてすごいいいなんかこう体制になるんじゃないかなと思います。はい、ロックダンスメインなんですけど、1曲目の盛り上がり方だったり、2曲目のガッツリロッキーアクロバットしたりとか、見どころが結構ポイントポイントで詰まってるんで、楽しんで見れるかなって思います。今回私の開幕戦なので、まあ、みんなラウンド3だけど結構気持ちの入れ方がだいぶ違うかなって感じです。乗ってるんで、ディープバトル頑張ります。楽しみです。楽しみだけです。やばい、笑ってる。あんだけ結構シビアにプレッシャーかけ続けたからみんなに、アクロバットもう大丈夫だ、もうこれ以上かかってないでしょ。あとはまあ、お好きにやってきてください。はい、せーの、バッテンセイケーデーやーやーすで、本番前にその背中ボンやったら痛い。絶対大丈夫。先攻はディープバトルズ、迎え撃つここは角川ドリームズ。Let the battle ジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、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 レッド。勝者はスイープとなりました。 On the red corner、 角川ドリームズ。いった、大丈夫。よかった。よし、こっからです。マジでよかった。ね、一回みんなでハグしない？一回全員でハグしよう。一回全員でハグしよう。一回全員でハグしよう。頑張ったよ。一回全員でハグしよう。よし、いった。スイッチオークが当たった。一回全員でハグ。せーの、イエーイ。何だこれ。嬉しい。あざーす。クソ気持ちかったです。お疲れ様です。ありがとうございます。本当にまだラウンド1、ラウンド2、今回ラウンド3ですけど、2回も負けを連続で食らうと、なんかあった自信もどんどんなくなっていく。正直そんなところもありながら、今回スリープで勝てたということがちょっとまだ信じられないですけど、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。よかったよ。最高。ありがとう、パパ、ありがとう。会場が湧いてた。やってくれました、クイーン。クイーン。
声出てない。国賓じゃん。国賓いいね。いや RC マジで最高だよ。もうここでこの瞬間ね、もうやっと安心して帰れる。いやー、あ、全然大丈夫。エジプシャンです。もうメガネ降臨よね。メガネ降臨ですよ。せーの、かかったじゃん。わスペシャルダンサー、こちらのシゲキックスをお迎えして、さらにもう一つレベルアップした内容になっていると思いますし、そこに僕がさらに後押しできるようなパワーを持ってこれたらっていう、そんな気持ちで今日来させてもらってます。